大阪府立東住吉高等学校は大阪市平野区にある公立の高等学校。太平洋戦争後の人口急増により東住吉区で初の府立高校として1955年に新設された。普通科と芸能文化科、知的障害生徒の強制推進教室が設置されている。愛称は東住。関村の東住吉区は 太平洋戦争中、模擬原爆が落とされるなどの空襲はあったものの、末期の大阪大空襲を免れたため戦後、都心部から被災者が流入して人口が急増した。しかし高校がなかったため1952年に東住吉地区高等学校建設委員会が発足。高校設置運動の結果、1955年に東住吉高校が新設された。なお、 当初大阪市立雪洋中学校の仮校舎で授業を行い、翌1956年に東住吉区中野町に校舎が完成、移転した。その後、高知を含む東部地域が1974年の分区に伴い、平野区となったため、住居表示も平野区平野西に変更された。高知は草界にあり、西側は東住吉区に隣接。 1970年代に校舎を増設し、生徒数ピーク時の1990年度は卒業生578名のマンモス校となった。教育課程は普通科に加えて1993年、日本の高校で初となる芸能文化科が併地された。発端は大阪府知事の中川和夫が選挙公約に掲げた芸能学校の設立だったため、大阪府教育委員会は、 芸能は教育現場になじまないという批判を受けながらも方針を断固貫かれた設置となった。なお、芸文化の設置目的は、初代の学科長によると、偏差値教育から個性尊重教育へ、高校生として基本的な学習を行い、芸能に関する専門科目を学び、調和の取れた健全な人格の育成だったという。教育課程では、 関西を中心とした日本の芸能について歴史や理論、実践などを深く学ぶため、歌舞伎、文楽、能、落語、奏曲、放送、演劇、舞台技術、芸能史など芸能に関する各分野の専門科目が開講されている。同種の学科は日本の高校全体を見ても珍しい学科のため、芸文化のみ、大阪府外からの受験、入学も可能としている。 なお、専門学科のため、入学者選抜は通常と異なり2月に行われる。卒業生にタレントなど目立つが、芸能関係者の養成を目的としてはいない。2020年4月、知的障害生徒の強制推進教室設置校となった。強制推進教室は、特別支援学校の連携で設置する教室で、いわゆるインクルーシブ教育の流れを受けて、 ノーマライゼーションの理念のもと2006年度に制度化された。制服ではなく、標準服が指定されている。入学式、卒業式など式典、全校集会、照明写真撮影の際やクラブ活動の対外試合などに着用。なお授業中は、コートなど防寒具も、病気など特殊な事情で、かつ授業担当教員の許可があった場合のみ着用。携帯電話も、 必ず電源を切り、必ずカバンの中にしまう。普通科では、ほとんどの生徒が4年生大学への進学を希望するようになったことに対応して、希望に応じたカリキュラムが組まれるようになっている。芸能文化科では、歌舞伎役者や落語家、放送、演劇の技術スタッフなど、第一線で活躍する人たちが、特別非常勤講師として、専門科目の授業を担当することもある。 校舎は一部を除き1970年代の建設、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2006年と2011年、2013年度に改修を行った。ありがとうございます。